どうもワニです。そしてこちらは美味しそうなパイナップル。この間コストコに行ってね、安かったんで買ってきました。パイナップルってね、俺もねフルーツの中で一番好きだし、リクガメたちもねパイナップル食べてくれるし、他にもねいろんな生き物がパイナップル食べてくれるんで、今回このパイナップルをね食べていきたいなと思います。ちょっとなんか切るものないな。よし、これで食べていきましょう。うめえ。パイナップルが一番うまいわ。ほらタロイモちゃん、パイナップルですよ。パイナップル揚げるの初めてですね。パイナップル甘いからね、あんまり揚げすぎると良くなさそうな気もするけど、たまにはおやつとして与えてみてもいいでしょう。さあどうかな。食いついてます。食いついてますけど、ちょっと繊維のつながりが強くて食べづらいかな。もっと細かくしてあげればよかったかな。食えてんのかなこれ。なかなかちょっと噛み切れてなさそうな感じしますね。パイナップル強し。大きなパイナップルは食べづらそうですね。自家製の牧草と一緒にカットしたパイナップルを与えてみましたが、牧草の方が好きそうですね。なんか食べてるの見た感じ、あんまりパイナップル自体は好きじゃなさそうですね。ケズメはひたすら牧草ばっかりむしゃむしゃ食べてます。パイナップルの方を見て匂いを嗅ぎますが、やっぱり牧草なんですよね。黄色いのがそんな好きじゃないのかな。まあ匂いとかもあるんでしょうけど、赤いねミニトマトとかスイカはすごい喜んで、むしろそっちの方を好んで食べるぐらいなんですけども、パイナップルはあんまり好みじゃないみたいです。ちょっと酸っぱいってのもあんのかな。ゾウガメにパイナップル、結構細かくカットしてあります。食いつきましたね。このね食べてるスピード感見ると結構好きそうですね。他のなんかそんな好きじゃない食べ物あげると、もっとゆっくりチビチビ食べますから、アラブラゾウガメはパイナップル好きかもしれない。ちゃんとね落っこどしたちっちゃいやつも食べます。すごい下手くそですけど、美味しそうにどんどんパイナップルを食べていきます。奥になんか見てるやつがいますね。実はこいつまだね動画に出してなかったんですけども、最近新しく飼い始めた巨大な赤足亀なんですよね。そのうちまたしっかりこいつはね動画に出して紹介しようとは思います。狙ってきましたよ、ゾウガメのパイナップル。まあ、こいつにもあげるようにこうやって置いてるんですけど、ゾウガメがちょっと引いてますね。なんだこいつって。二人で仲良くパイナップルを食べてます。仲良くなのか分かんないけどね。ちょっとゾウガメが邪魔そうにしてますけどね、こいつはね。
きなパイナップルも頑張って食べてます。それぐらいパイナップルが美味しいってことなんでしょうね。あんまり食いづらかったらなんか話したりしちゃうだろうけど、こんだけ頑張って食べるってことはやっぱ美味しいって思ってるんでしょうね。ゾウガメが食べてるパイナップルを狙ってますね、こいつ。恐る恐る狙ってますね。ゾウガメ早く食べないと。あー、よしよし、食べれた。そう、そっちにパイナップル余ってんだから、それを食べなさい。いや、ゾウガメそっち行く？そんな食いづらそうなとこにあるやつ、もっと大きいのあるのに。ちっちゃすぎてなかなか食べれてないし難しいでしょ、そこのやつは。ほら、取られちゃうよ、でかいの。ほら、やっと気づいた。でも俺はこっち行くってどっちも下手だね、食べるのがね。おー、ゾウガメも狙っていく。どっちが先に食うか。片足か。でも落っことしちゃう。びっくりしたレースだな。どっちが先にパイナップルを食べるか。お互いの体がね、多分邪魔し合ってなかなか前に進めないんだよね。ぶつかっちゃってるから。これこう着状態です。私が動いた。私が食べちゃうかな。お、ゾウガメ自分で起きてた。頑張れ頑張れ。ちょっとこれ一本で動画にしたいぐらい面白いぞ。ああ、食べられちゃった。うわ、ちょっとしたの食べ残しをゾウガメがいただく。いただけない、いただけ下手だね。ああ、取られる。それすら取られる。取れない。どっちも下手ですね。2匹ともね、追加で大量の牧草を与えました。で、うちにもともといたちっちゃい方の赤足亀、むしゃむしゃパイナップル食べてます。こいつはもうね、他の野菜と一緒に入れてんだけど、明らかにパイナップルだけの方を狙って食べてますね。赤足亀はパイナップル好きそうですね。ほら、明らかに他の野菜じゃなくてパイナップルを見て狙って食べてますよ。パイナップル追加。パイナップル大好きガメ。まあ、アカアシガメはね、野生下でも結構果実を好んで食べるらしいんで、まあ、当然っちゃ当然なのかなって感じですね。ケヅメとかは逆になんか、まあ、イネ科の植物とかそういったものが多いらしいんで、パイナップルは食べ慣れないというか、そんなに好みの食べ物じゃそもそもないのかもしれません。こういうカメごとにね、種類ごとによって好みの食べ物が分かれてるってのも面白いですよね。
ヒョウモンガメも野菜と混ぜて揚げると、一応パイナップルも巻き込んで食べる感じなんですけど、パイナップルを狙って食べるということはなくて、パイナップル自体がそんなに好きってこともなさそうですね。まあでも一応アクセントと言いますか、ちょっとおやつ代わりに食べてくれてます。アルビノのケヅメもむしゃむしゃ食べてくれます。まあ、こいつは本当に食欲旺盛でね、何でもバクバク食べてくれるんで、もう好みとかまああるんでしょうけど、何でもバクバク食べますね。ただ本当にまだお口がちっちゃいんで、結構細かくしたつもりだったけど、それでも食べづらそうですね。自分の足食べようとしてる、それお前の足だよ。パイナップル似てるけどさ、見た目それお前の足。目が悪いからかな、なんかちょこちょこ変なものを噛もうとすることがありますね。そしてグリーンイグアナ、グリーンイグアナもね、パイナップル好きそうですね。野菜よりも先にこうやってパイナップルを狙って食べてます。結構ね、石垣島で帰化してしまってるグリーンイグアナがパイナップル農家さんのパイナップルを食べてしまって、そういったなんか農業被害が出て問題になっているみたいな話も聞いたりするんで、グリーンイグアナってそもそもパイナップルが好きなのかもしれませんね。ほら、あ、これは人参か。ちゃんとお野菜も食べてますけど、結構積極的にこうやってパイナップルを狙って、もう顔を伸ばしてね、食べに来るぐらいですから、パイナップル好きそうですね。あ、怒らせた。ちょっと大きいね一旦諦める。そしたらね、またしばらくしたら戻ってきました。パイナップルの味が忘れられなかったんだ。またあの美味しい黄色いの食いたいなっつってやってきましたよ。頑張って食べます。